本堂さんと街角トークを始めさせていただきます。今日お伝えしておりますのは、私県会議員の野村山健でございます。いつも言葉書で規制報告を行わせていただいておりますけれども、今日少し趣向を変えまして、皆様から直接日本共産党へのご意見やご質問をいただき、小池晃当初局長、池内沙織前衆議院議員、そしてその役で取り替え議員、どんな質問にもその場でお答えをさせていただこうという企画でございます。約1時間ほどの時間ですが、どうぞ皆様からのご意見ご質問もお待ちしておりますので、後ほどよろしくお願いいたします。それでは初めに小池晃書記局長、そして池内沙織前衆議院議員から一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。ではご紹介いたします。日本共産党書記局長、すみません。それでは最初に日本共産党前衆議院議員、この地元の赤羽議員事務所を構えさせていただき、次の東京、次の東京12区の予定候補となっております、池内沙織前衆議院